こんにちは。シネマプロムナードへようこそ。今回はチャンネル登録者数1500人突破を記念して、黒澤明監督の不朽の名作7人の侍について解説します。あらすじに引き続いて登場人物の紹介、後半は数々の名シーンやエピソードについてもお話しします。少し長くなりますが、どうぞごゆるりとお楽しみください。戦国時代末期のとある山間の村、村人たちは盗賊と化した信士たちに始終怯えていた。その年も麦が実ると同時に40機の野党たちが村へ略奪に来ることが判明する。絶望の中、若い百姓の力士は信士と戦うことを主張する。村人たちはおじけづいて反対するが、長老の義作は戦うことを選択し、食い詰めて腹を空かせた侍を雇うことにする。宿場町に出た力士たちは白米を腹いっぱい食わせることを条件に、何人もの侍に声をかけるが、ことごとく断られ途方に暮れる。そんな中、子供を人質に取って立てこもる盗賊を初老の侍が僧に扮して切り捨て、子供を救い出す。侍は官兵衛と名乗る浪人で、力士が彼に信士退治を頼み込む。官兵衛は飯を食わせるだけでは無理だと一蹴するが、村人の熱意に負けて依頼を引き受けることを決意する。共に戦う侍を求める官兵衛のもとに5人の侍が集う。そこに菊千代と名乗る男が武士の家系図を手に現れるが、官兵衛らにそれが他人のものであることを見破られてからかわれる。官兵衛らは菊千代を相手にしないまま村に向かうが、菊千代は勝手についてくる。村に到着した侍に怯えて村人たちは姿を見せようとしない。菊千代の機転で気球を知らせる番機を打つと、それを信士襲来と勘違いした村人は一斉に家を飛び出し、侍に助けを求める。侍と村人との顔合わせを成立させたことで、菊千代は侍の7人目として認められる。その後、百姓たちは信士の襲来に備えて侍たちの指導で戦いの心得を教えられる。一方、勝四郎は断層させられていた村の娘篠乃と山の中で出会い、互いに惹かれてゆく。初夏、麦刈りが行われ、しばしの平和な時もつかの間、ついに物見の信士が現れる。侍たちは先手を打つため力士の案内で信士の根城へ赴き、焼き討ちを図る。あぶり出された信士数人を切り伏せ、囲われていた女たちを逃がすが、その中の美しく着飾った一人は信士にさらわれた力士の女房だった。力士の姿に気づいた女房は火の中へ再び飛び込む。それを追おうとする力士を引き止めた平八は信士の銃弾に倒れる。村に戻り、皆が平八の死を悼む中、菊千代は平八が作り上げた旗を村の中心に高く上げる。それと同時に信士たちが村へ来襲、戦いの幕が切って落とされる。この後、物語は官兵衛たちの気略に富んだ前哨戦を経て、あの有名な豪雨の中の大戦闘シーンへと移行する。最後の決戦の日は雨だった。そして残された侍と村人たちは信士に勝利して平和を勝ち取ることができるのか。この映画の特徴は登場人物一人一人のキャラクターがしっかりと描かれていることです。島田官兵衛、百姓に雇われることになった侍たちを率いる浪人。そろそろ50代に手が届く白髪の目立つ風貌。歴戦の知将だが、合戦は敗戦続きで浪人となる。普段は笑顔が多く温厚で連静沈着だが、リーダーとして鋭く叱責することもある。若い頃にあった一国一城の主という志も、肉体的精神的にすでにかなわぬ身、一抹の憂いを見せる場面がある。
剃髪した頭を撫でるのが癖、豪農の子供がムスッドの人質になった事件に接し、迷わず髪を剃り落として僧になりすまし、無報酬で解決したことで力士たちに助けを求められる。信氏との戦いでは地形を生かした策を編み出し、戦いを有利に進める。向かってくる騎馬武者を一刀で叩き切ったり、最終決戦において村に突入してきた騎馬武者を豪雨の中しぶきを飛ばしながら弓で次々に射落とす。菊池よ、長大な刀を肩に担いで浪人のように振る舞っているが、侍としてあるまじき言動や前後不覚の泥酔状態になったことから、官兵衛には即座に本当の侍ではないことを見破られる。百姓の出自で戦火で親を失い孤児として育つ。本名は本人も忘れており不明。菊千代という名前は官兵衛に侍だと思われたいがために、盗んだ武家の家系図に記された元服前の子供の名前を使う。村では百姓たちに槍の指導をする。額当てのようにかご手を頭に巻いている。孤児となった後もいくつかの戦火に遭遇し、独学で武具の扱いを体得したらしく、腕っぷしは半端な信氏よりも強い。馬にも乗れるが自己流のようで、与兵の農耕馬に乗ってみた挙句、一同の眼前で落馬している。型破りの乱暴者だが子供好きであるらしく、時折村の子供たちの前でおどけてみせる。信氏との戦いでは抜け駆けせんと持ち場を離れた結果、五郎兵衛を戦死させてしまう。信氏に致命傷を負わされ逃げてきた義作の嫁から託された赤子を抱きながら、こいつは俺だ、俺もこの通りだったんだと叫び号泣する。最後の決戦では官兵衛の指示を守りながら爆発的な働きを見せる。岡本勝四郎、育ちがいい裕福な豪士の末っ子で半人前の浪人、7人の中では最年少でまだ前髪も下ろしていない。浪人になりたいと親に頼んでも許されないので家を飛び出して旅をしている。官兵衛の姿に憧れてついていこうとするが、官兵衛に浪人の辛い現実を教えられ動揺する。実戦経験はまだなく、事件を若々しい敏感な感情で受け取る。信氏との戦いでは伝令役を任される。森の中で百姓の娘の篠と出会い互いに惹かれ合う。最後の戦いでは必死になって戦うも、仲間が次々と倒れていく姿を目の当たりにし、自分の非力を痛感し泣き崩れる。片山五郎兵衛、官兵衛の人柄に惹かれて助力する浪人。いつも静かで穏やかだが、その物柔らかさの下に人をなだめるような力がある。軍学は相当でき、経験も豊富。侍集めで官兵衛が恋に仕掛けた待ち伏せを事前に一目で見抜く。信氏との戦いでは官兵衛の参謀役を務める。最初に攻撃を受けた際には信氏の先鋒を弓矢で射殺するが、後に信氏の銃弾を受けて戦死する。七郎次、官兵衛の最も忠実な部下。過去の負け戦で官兵衛と離れ離れになった後、物売りとして過ごしていた。再会時には官兵衛の顔つきだけでその求むところを知り、直ちにそれに従って動く。戦いの最中は百姓たちを常に励まし、自分の組に入った万蔵への気遣いも見せる。信氏との戦いでは西の口の守りを受け持つ。侍たちの中で唯一長槍を振るう。林田平八、苦境の中でも深刻にならない上に柔軟で人懐っこく、愛想の良い明るい浪人。よく冗談を言っている。茶店で茶代代わりに薪割りをしているところを五郎兵衛に誘われる。組織が苦境に陥った時のムードメーカー。武士としての腕は少し心もとなく、五郎兵衛はその腕を中の下と評し、自らも薪割り流をたしなむと自己紹介した。堅くなな心の力地を気遣い、結果信氏に狙撃され最初の犠牲者となる。戦いに何か高く掲げるものがないと寂しいと、百姓を表す田の字と侍を表す丸を6つ、菊池を表す三角を1つ描いた旗を作る。急増、修行の旅を続ける凄腕の剣客。脚本のイメージは宮本武蔵。官兵衛は己を叩き上げるただそれだけに凝り固まったやつと評し、口数が少なくあまり感情を表さないが、根は優しいという側面を多々見せる。信氏との戦いでは北の裏山の守りを受け持つ。
他の侍と異なり合戦時も武具はつけていない。黙々と自分の役目をこなし、危険な仕事も率先して受け持ち、確実に成果を上げる姿に勝四郎は素晴らしい人だと絶賛する。勝四郎の目の前で信氏の銃弾に倒れるも、今はの際に意志の方向を味方に教える。義作、離れの水車小屋に住む長老、百姓たちには爺様と呼ばれており、村の知恵袋的存在。最後まで水車小屋から離れることを堅くなに拒み、信氏襲撃の際に燃え盛る水車小屋と運命を共にする。利吉、年若の百姓、迫り来る信氏と戦おうと絶望する皆の前で真っ先に言い出す。自分のことよりも村全体を思う急進派。女房信氏にさらわれたことで信氏に強い恨みを持っているが、感情を押し殺す性格で常に険しい表情をしており、平八に気遣われながらも心を閉ざし続ける。万蔵、壮年の百姓、志野の父、自己保身ばかり考えておりすぐにふてくされる。信氏と戦うことに消極的。利吉の女房の二の前を危惧し、娘を守るために泣き叫んで抵抗する志野の髪を切って無理やり断層させる。与兵、やや鈍く間の抜けた中年の百姓、育児がなくすぐに泣きべそをかく上に失敗が多い。訓練に本物の槍を持ってきたことから、この村が落ち武者狩りを行っていたことが露見する。合戦時の合間に菊千代が持ち場を離れたため、再び襲ってきた信氏に背後から弓矢で射抜かれ死亡する。死の万蔵の娘、万蔵の手により髪を切られ断層することになる。勝四郎に思いを寄せる。素朴で純情な少女だが、情熱的なものを内に秘めている。利吉の女房、村から瞳悟空で信氏に差し出されている利吉の妻、信氏に三足院囚われの身となり慰み者にされる。小屋に火が放たれた際に火事に気づき、一旦は驚愕するも、叫んだり逃げたりもせず凄みのある笑みを浮かべる。勇気のような状態で外に出てくるが、眼前に現れた夫利吉に驚き、焼け崩れる山賊の中に走り戻り姿を消す。七人の侍は本編の出来もさることながら、その脚本の制作過程がユニークでエキサイティングです。もともとこの作品は侍の生活を詳細に追う侍の一日、続いて剣豪数人の伝記映画日本剣豪列伝として、黒沢明、橋本忍のダブル脚本で構想されました。ところが実際に台本にしてみると、ストーリーがクライマックスだけでつながれた形になってしまい、苦渋の末2人は企画を諦めます。その過程で剣豪たちの修行の実態が話題になります。以下、橋本忍著復顔の映像から引用します。ところで橋本くん、武者修行って一体何だったんだろうね。昔の兵法者は今で言えばプロ野球の選手みたいなものだよ。剣一本で功禄にありつけるし、中には大名にまでなる者もいる。バット一本で球団を渡り歩き、高額の金を取るプロ野球の選手と同じだよ。それはそうですね。しかし、ロギンなしに全国を旅して回るなんてことができたのかね。調べたらわかると思います。橋本は早速東方文芸部の本木宗次郎に調査を依頼します。武者修行についてだが、これは室町末期から戦国への現象で、兵法者は金などなくても全国を自由に動き回れたのだ。つまりある道場へ行き、行って手合わせすれば晩飯を食わしてくれ、翌朝出発するときは欲しい一握りをくれる。だから兵法者としてはその日のうちに次の道場までたどり着けばいいわけだ。本木さんよ、次の日に道場があればいいよ。しかし、もしなかったらどうするんだ。それは何でもないよ。お寺に行きゃいい。お寺？ああ、旅籠のない時代だからね。寺院を訪ねれば飯を食わしてくれ、一晩泊めてくれ、翌朝出立するときには欲しい湯を一握り持たせてくれる。じゃあ道場もなければ寺院もない、この時にはどうするんだ。当時はな、全国的に治安が悪く、山野には盗賊や山賊などが出没する時代だから、どこかの村へ入り一晩寝ずに襲ってくるかもしれぬ野党の番さえすれば、どこの村でも百姓が腹いっぱい飯を食わし、出立するときには欲しい湯をくれる。
私は思わずドキッとし、元木に聞き返した。百姓が侍を雇う？そうだよ。私は瞬間に黒沢さんを見た。黒沢さんも強い衝撃で私を見ている。二人は顔を見合わせ、無意識に強くうなずき合っていた。できたな。黒沢さんが低くずしりと言う。できました。二人のやりとりに元木宗次郎がキョトンとしたが、次の瞬間には何かを期待して固唾を飲む。私が黒沢さんに確かめた。侍の数、百姓が雇う侍は何人にします？三、四人は少なすぎる。五、六人から七、いや八人は多い。七人ぐらいだな。じゃあ侍は七人ですね。そう、七人の侍だ。黒沢明は顔を上げ、何かに挑むように宙を見た。こうしてようやく映画の骨格が決まるのですが、それからの脚本作りの現場は、黒沢の飽くなき執念によって、まさに血で血を洗うような修羅場と化していきます。舞台は熱海の高級旅館水口園の離れ。橋本が暮れも正月もなく書き上げた初稿を持って旅館に入ったのは昭和27年の1月中旬でした。私が原稿用紙と鉛筆を机の上に並べ仕事の準備をしていると、黒沢さんも赤いボストンバッグから仕事の用具を取り出した。だがそれはいつものわらばんしではなく、分厚い大学ノートである。なんだろうと覗き込んでみると、鉛筆で円を描き、下に官兵衛と見出しをつけ、その人物像が書き込んである。背の高さは五尺四五寸、中肉中背から始まり、美に入り才をうがち、わらじの履き方、歩き方、他人との応答の仕方、背後から声をかけられた時の振り返り方、ありとあらゆるシチュエーションに対応する立ち居振る舞いが多くの絵を交え大学ノートに延々と続いている。私はいきなり頭をガーンと棍棒で殴られた感じだった。この人物の彫りの深さ、広さは何だろう。それは尋常一様ではなく、物事の徹底の限界を超え異様でさえある。黒沢さんは人物を彫り込んだ大学ノートのページを黙々とめくる。官兵衛だけでノートの半分近くを占めるが、さらに平八、久蔵、勝四郎、五郎兵衛、おそらく七人の侍の像で分厚いノートがいっぱいだ。彼を超えるには彼以上に人物の彫りを入念にしなければいけない。なんとか気力や体力でそれを捉えたとしても、問題は絵だ。彼には絵が描けるが、自分には絵が描けない。このハンディを埋めるものは何か。これが埋まらぬ限り彼を追い抜くことなどは到底不可能である。そんな二人の苦闘の中、脚本作りは思いのほか順調に進みますが、黒沢が突然体調を壊しダウンします。これは映画のクライマックスに至る直前でした。チームリーダーであり戦友でもある一人が傷つき倒れ、一人になって戦う孤独感は両肩にのしかかる重苦しい重圧で、なんだかひどくやりきれなかった。マラソン競争としてはすでに 42.195 キロを超え、未知の領域、知られざる未知の世界をあえぎあえぎ走っているのだ。今に自分もぶっ倒れるかもしれない。黒沢明は3日でなんとか回復し、ここから原稿はいよいよ最後の決戦の場へと進んでいきます。最後の決戦は生理的にも他のセクションと同じか、もしくはそれを少しは上回る枚数が理想的なのだ。七人の侍が村人と共に信氏と戦うのが大筋である以上、肝心の見せ場が前段や中段よりも短くては首尾一貫した映画にはなり得ない。しかしここからさらに160枚ないし180枚、それは背筋が凍りつきゾッとする気の遠くなるような分量である。私は全身が綿のように疲れ、頭がぼーっとし、何を書いているのかわからなかった。朝起きて風呂へ入り、飯を食って机に向かい、何か書いて黒沢さんに回し、また何か書いて回し、夕方には鉛筆を削り、風呂へ入り、飯を食って寝る。こうした日々がもう何日続いたのか、5日、1週間、10日、20日。梅は花をつける期間が長いが、いつの間にか散り果て、桜のつぼみが膨らみ始めている。この旅館にこもり、すでに2ヶ月に近いのではないだろうか。ある日仕事をしていると、部屋に入ろうとした女中さんが一瞬足を止め、何かに弾かれるように後に下がり棒立ちになる。そして息を吐いて整え、しばらくして改めて部屋へ入ってくる。
その夜、食事を机に並べる女中さんに聞いてみた。今日の昼間だけど、部屋に入ろうとして入らなかった。あれはどうしてなの？女中さんが遠慮気味に言う。ここの旅館では時折碁とか将棋の名人戦が行われるんです。最初の日はそれほどでもないけど、勝負が決まる二日目になると、お茶を持って部屋に入ろうとしても、棋士の先生方の凄まじい気迫で、なんだか空気がひどく張り詰めていて、中へ入りにくいんです。黒沢さんと奥にさんが黙り込んでいる。私もじっと黙り込んでいた。でも今日は、ごめんなさい。最近はずっとそうなんですけれど、そんな碁や将棋の日じゃない、もっと殺気立ち、ゾクッとするようなものが、原稿を書いている黒沢先生や橋本先生から部屋いっぱいに張り詰め、こもっていて、怖くて、恐ろしくて、中に入れなかったんです。すみません。黒沢さんも私も疲労困憊、ただ惰性で何かを書いているに過ぎないと思っていたのだが、意外にそうではなく、二人とも残っている体力のすべてを振り絞り、ただ気迫と気力だけで書いていたのだ。そしてついに半ペラ174枚に及ぶ二日間にわたる七人の侍と信氏との決闘を執念で書き終える。大仕事を成し遂げた橋本は帰りの汽車の中で過酷に突き去った二ヶ月を振り返ります。余裕のある仕事からは何も生まれない。視力も体力も消失し、性も根も尽き果て、血へどを吐くような中でなおも書き続け、仕事を成し遂げた場合にのみ初めて血肉となって体得しうる物書きの自負と自信と力に似たものでもある。それだけではない。塞がれていた胸にぽっかり穴が開いたような爽快な解放感がある。私は大きな解放感に酔いしれていた。缶詰や宿ごもりからの解放ではない。黒沢組、黒沢明からの解放である。汽車が湯河原を過ぎた頃、車窓の相模湾の闇の向こうに恩師の伊丹万作の姿が浮かび上がります。これからの生き方に悩む橋本に向かって、橋本よ、苦しい時や悩むことがあったら、その時には黒沢明を思え。彼はまだ43歳、これからもまだまだ監督を続けなければいけないが、何かを作るたびに七人の侍を超えられない焦燥、重圧、虚しさ、苛立ちに悩まされることだろう。人には言えないその強い懊悩は、何らかの優れた作品を作り、名声を得た者に与える神の天罰なのだよ。私はじっと伊丹さんを見つめていた。橋本よ、黒沢明の方がお前より10倍、20倍、いや100倍も苦しいのだ。以上、脚本にまつわるエピソードの他に、この映画には多くの名シーンがあります。以下、そのいくつかをご紹介します。ジョン・フォードを尊敬していた黒沢は、本作でアメリカの西部劇のスタイルを意識しています。馬が駆けるシーンでは、フォードの西部劇のように砂煙を立たせるため、廃材を燃やした木灰を撒きました。もともと木灰は馬の走る路面を固めるために撒いたものでしたが、馬を走らせて砂ぼこりが舞い上がり、誰かが砂ぼこりだけはジョン・フォード並みだぜと冷やかすと、黒沢はそうだ、ジョン・フォード並みに派手に行こうと言ってそのまま取り入れたと言います。木灰を撒いて砂ぼこりを舞い立たせるこの方法は、後の隠し砦の三悪人でも使われています。クライマックスの豪雨の決戦シーンは、西部劇では常に晴れていて砂煙が定番であることから、黒沢はそれに対して、だったらこっちは雨で行こうと発想したことで生まれました。度重なる撮影遅延により、6月頃の設定である豪雨の決戦シーンは真冬の2月に撮影されました。1月24日の大雪で、オープンセットには30センチの雪が積もり、スタッフは消防団や学生アルバイトを動員し、3日かけてホースで水をまいて雪を溶かしたといいます。地面は膝まで浸かるほど泥でぬかるみ、そこに数台の消防ポンプで雨を降らせたため、撮影は極寒の過酷な状況下で行われました。ぬかるみから足が抜けずに、何人かのエキストラが足を捻挫したり、あまりの冷たさに凍傷になって動けなくなるというアクシデントも続出したと言われています。信氏の根城を焼き打ちするシーンの撮影では、スタッフがセットにガソリンをかけすぎたため、本番で火をつけると予想以上に火星が激しくなり、
利吉役の土屋義雄は山小屋の中にいる女房に近づこうとするところでバックドラフト現象に遭い顔面ひぶくれになったという有名な逸話が残されています。黒沢は本作以降望遠レンズを本格的に使い始めます。望遠レンズは極端に画角が狭いため被写体の遠近感が失われて縦に迫ってくるように見え画面が充実して迫力が出るという効果があります。決戦シーンでは複数カメラの一つとして望遠レンズを使い登場人物の激しい表情を迫力を持って撮影することに成功しています。村人などが矢でいられるシーンは従来通りにカットを分けて撮影してごまかすのではなくワンショットで見せるためテグス方式を開発しました。これは体の矢が当たるところに板をつけそこからテグスを引っ張って矢の空洞に通し指で矢を射ると糸伝いに板に刺さるという方法です。しかしテグスがたるむと板ではないところに刺さってしまい百姓娘役の背中に矢が刺さるという事故が起こってしまいます。そこで釣り糸用のリールを使って絶えずテグスが張るようにしました。この方法で左牧前演じる与兵に矢が刺さるシーンが撮影されスタッフの間では牧前釣りと呼ばれました。テグス方式はその後蜘蛛の巣城で御船に矢が刺さる有名なシーンでも使われています。このシーンの撮影は壮絶を極め助監督の堀川博道は死者が出ることまで心配したが堀川の死人が出てもいいんですかの問いに黒沢はああ仕方ないね必ず死ぬとは限らないんだからと答えたといいます。堀川は著書の中でこの時ほど黒さんを憎らしいと思ったことはないと書いています。幸い天が味方したのか怪我人は続出したものの死者だけは出ず落馬して骨折した者が5人という結果に終わりました。急増役の宮口誠司は痩せ型で背も低く剣道の経験が全くなかったためこんな偉い剣豪なんてやれませんと断ろうとしましたが黒沢にそこはカメラで何とでもするからと説得されました。その後宮口は剣道指導担当者の下で刀の抜き方から特訓を受けますが番儀の音で水車小屋から6人の侍が飛び出すシーンでは宮口の走りが一番速く走り方も腰が座っていたため黒沢は安心したといいます。宮口は後に僕はあの役をやって本当に良かったあれは大変な儲け役なんだよあんないい役は一生に一遍あるかないかだなと語っています。俳優座養成所時代の中台達也は本作で街を歩く浪人役で出演しています。中台の出番はただ歩いて通り過ぎるだけの数秒でしたが黒沢から何度も歩き方でダメ出しされました。撮影は朝から始まるも OK が出た頃には午後3時を回っていました。後に用心棒に起用された時に黒沢からあの時の中台を覚えていたから使ったんだと言われたといいます。農家やキチン宿のセットは焼き板という技法で古い質感を再現しました。焼き板は木材に光沢と木目が浮かび上がるようにする技法で木材を焚き火の灰にくべて蒸し焼きにした後金属ブラシでこすって木目を浮かび上がらせさらに泥絵の具を使って拭き取って木目の上に黒みを出しそれにワックスをかけて磨くことで光沢を出します。この技法は黒沢映画でよく用いられ板を磨く作業は黒沢組の日課としてスタッフ総出で行い黒沢も率先して作業したといいます。共同脚本の小国によると黒沢は一人の人間が何十人もの相手を斬るっていうのは嘘だと語っており何十本もの刀を用意して刀を変えながら戦ったという剣の名人の足利義照に習って菊池代に刀を地面に立てさせ何人か斬るごとに刀を変える場面が挿入されています。小国はそういう風なことを彼はやたらに一生懸命勉強したわけですよ。立ち回りでも何でもねその努力の賜物ですよあの場面の張り詰めた面白さはと語っています。裏山での勝四郎と篠のラブシーンはシナリオではスミレの花畑を想定していましたが季節的にスミレは咲いておらずスタッフ全員で山の中で野菊の花を摘みそれを植えて花畑を再現しました。一説によるとそれでも花の数が足りず一部はスタッフが白いちり紙を切って茎に巻きつけたとも言われています。
このシーンは暗い森の中での撮影で十分な光量を得られなかったため、スタッフが宿泊していた旅館の鏡を総動員し、太陽光を鏡で反射させて撮影されました。志野役の対馬恵子は鏡の反射による強い太陽光で直接目にキャッチライトを入れられ、それ以来目が弱くなったというエピソードも残っています。キャッチライトで視力が弱くなったという同様のエピソードは赤ひげの教授役の仁木照美にも残されています。以下、堀川博道、評伝黒澤明より引用します。川の下手の義作の住む水車小屋に野党たちが火をつけた。それを見て菊千代が川中を疾風のように駆け抜けて水車小屋の子供を救い出すシーンがある。そして泣き叫ぶ子供を抱きしめて身もだえして叫ぶ。こいつは俺だ、俺もこの通りだったんだ。カットカット、ダメだよ、燃えるタイミングが全然合ってないじゃないか。芝居と火の出るタイミングが合っていないと怒った黒さんは帰ると言ってさっさと車に乗って旅館に帰ってしまった。こういう時の監督は非常なものである。黒さんに天皇という異名がついたのはその頃からであろう。小道具係が職場で飼っている黒犬に黒沢という名をつけ、こら黒沢と怒鳴っていた。虚しい抵抗だったが、せめてもの意趣返しだった。百姓や野武士たちの衣装は古びた感じを出すために染めた上で皮につけて何日も晒し、それをさらに泥の中に埋め、また洗って軽石でこするという作業を2ヶ月も続けて300着ほど作り上げました。ラストシーンで百姓たちが歌う田植え歌は音楽担当の早坂文夫が